これだけは忘れないでください。一人の力でできることはとても少ないと。はい、私一人ではここまで来られませんでした。みんながいてくれるから今の私がある。戦い続けてこられたのはみんなのおかげです。その言葉を聞いて安心しました。私も友のことを今も近くに感じています。魂はいつも共にと。魂はいつも共に。絆の力があったからこそ私たちは絶望の未来を変えることができました。今のあなたなら必ず仲間たちと共に未来を切り開くことができます。その仲間たちにはルキナも入っているんですよね。もちろんです。最後まであなたのそばにいますよ。ルキナがいてくれるならどんな運命が待っていたとしても負ける気がしません。はい、この絆は運命なんかよりもずっと強いですから。这打这里是突破他的二十级吗？打这里是突破他的二十级哦。やりましたね。どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！
良い成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。また来るといい。休憩にして水分補給をしましょう。神竜様がお水を飲まれてます。素敵。あの水になりたい。フラン、少し話せますか？ちょっと真面目な話です。真面目な話？この私と、これは夢？それとも現実？現実です。そして大変申し訳ないのですが、そのファンクラブの活動はしばらく我慢してもらえませんか？応援してくれる気持ちはありがたいんですが、鍛錬に集中できなくて戦況は刻々と厳しいものになってきています。貴重な時間は有効に使わねばと。这个难度。泣いているのですか？ごめんなさい、そういうつもりでは。いえ、神竜様は全然悪くありません。私が自分の不甲斐なさにむせび泣いているだけで、これからは気をつけます。本当にごめんなさい。フラン、ありがとう。よろしいですか？素晴らしいです。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。素晴らしい。
囲いを。素晴らしい。聞いてるよ。囲いを。素晴らしい。囲いを。いい感じだ。頑張れ。素晴らしい。囲いを。いい感じだ。聞いてるよ。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。日常先搞完。兄上の残りカスですが、参ります。イルシオン王城兵加熱じゃ。これよそれ装備完じゃ。おいさすが立派な腕前です。ブロディア王子のディアマンドじゃない方です。私はリン。甘く見ないでね。当てます。それこそ負けないんだから。すみません痛かったですか。兄上の残りカスですが、参ります。セリーヌ参ります。はっ、はっ、それ、うん、やっすが立派な腕前です。セリーヌ王女、また嫌な夢を見てしまったのですか。一件全自動挂機。分かってしまわれますか。以前スタルーク王子も同じように兄がいなくなる夢を見るとおっしゃっていましたものね。それはいつからですか。僕は最近見るようになりました。邪竜が目覚め戦が始まった頃から。もし自分が死にディアマンドにも何かあったら、お前がこの国を守るのだぞ。父上が言っていた言葉です。この言葉を聞いた時はそんなことあるはずがないと思っていました。偉大な父上と優秀な兄上、この二人がいなくなることなど絶対ありえない。けれど戦争に絶対などありませんから。スタルク王子、この夢が本当になってしまったらと
その思いがずっと心にあります。戦場で敵の攻撃を受けてしまったら、別れたまま会えなくなってしまったら、そんな光景が、来てほしくない未来が、これまで何度夢に出たことか。同じです。私も思いつく限りの不幸を夢で見てしまうのです。でも僕はそんな時、眠っている兄上を見に行くんです。元気にいびきをかいている兄上を見ると、なんだか安心するんですよ。それはいいですね。私のお兄様は早起きなので、迂闊に行くと早朝の鍛錬に誘われてしまいそうですけれど。いいじゃないですか。元気に走る姿を見ると安心しそうです。間違いないですね。あなたに話すと少し落ち着きました。ご心配をおかけしてすみません。いいえ、また悪い夢を見たときはおっしゃってください。僕なんかじゃ解決はできませんが、気持ちはわかるつもりですから。ありがとうございます。とても心強いです、スタルーク王子。ルキナ、行きましょう。ありがとう。都是这些菜啊，啊，长出的人是固定的。食べる方が好きだけれど頑張りますね。これをこうしてこう組み合わせれば素敵ね。自分で食べたいぐらいよくできたわ。風味が気に入ったわ。美味しい、よくできている。空の上で食べると
麗にしてね。恥ずかしいわ。いつもありがとう。またよろしくね。ちょっと眠いの。ちょっと恥ずかしい。ありがとう。またいっぱい撫でてほしいな。あなたになら安心して任せられる。素敵な時間をありがとう。受けたまわり。能画个什么好？材料也太多了，但是这个东西确实是要用到通关的武器。这个确实要用到通关的武器。拿个加一吧。受けたまわりましょう。长弓是要用到通关的武器。受けたまわりましょう。我看一下。
見渡す限り一面砂の大地ですね。ここは国境を越えてすぐのトゥーラ砂漠よ。ソルムは国土のほとんどが砂漠なの。イルシオンと違ってとても暑くて溶けてしまいそうだわ。ここからどうするんだ、神竜様。王と話をするためソルム王城に行きます。ただもしすでに襲撃に遭っていたら。私がイルシオンにいた頃、シクが何度かソルムに行っていたけれど、何か成果を上げている様子はなかったから、王城は無事のはずよ。ありがたい情報だ。元敵側の者が味方にいると頼もしいね。ご評価をどうも。ソルムに託されている紋章師の指輪は何なのでしょう。総援の勇者の指輪。紋章師の指輪の中でも特に強い力を持つらしいわ。得られれば大きな力になるでしょうね。今の私たちにはぜひとも手にしたい指輪ですね。先を急ぎましょう。王城の方向は。ここはさっきも通らなかったかしら。景色が同じで気づきませんでした。すみません。いえ、私もソルムの地理は地図上の知識でしか知らなくて。そうだわ、アルフレッド王子、ディアマンド王子はどうなの。ソルム王国と同盟を結んでいるのなら王城を訪れたことぐらいあるのではないかしら。悪いが、来たのはもう随分前のことで道は覚えていない。僕はフィレネ側からしか来たことがないから、イルシオン側からの道には疎くて。すまないね。そう、つまり誰一人王城への道がわからないと。迷子ね。そのようですね。困りました。せめて何か目印でもあれば。ねえねえ、そこのお歴々方、旅のお方。急に声をかけてごめんね。でもみんなして頭抱えてるんだもん、気になっちゃって。あなたは。俺はここトゥーラ砂漠の平和を守る自警団長フォガートさ。自警団たるもの、悩める人の力になるべし。何かお困りなら力になるよ。助かります。私はリトスの地より参りました、神竜です。神竜？神竜って信仰大将の。本当に。はい。すみません、無礼な態度で話しかけてしまい。いいです、どうか気軽に話してください。神竜様がそう言うなら。それでそんなすごい方がどうして困ってたの。ソルム王城に行きたいんです。でも道がわからなくて。なるほどね、そういうことならぜひこの俺に案内役をさせてよ。いいんですか。この先はずっと砂漠だから外国の方だけじゃ案内よ。俺に出会えてラッキーだったね。ありがとうございます。じゃあ早速王城へと言いたいところなんだけど、その前に一仕事終わらせなきゃ。一仕事？少し前から砂漠に化け物が現れるようになって、自警団として討伐任務に当たってるんだ。さっき奴らが現れたっていう報告があったからそこに向かう途中だったんだよ。申し訳ないんだけど案内は退治が終わってからでもいいかな。もちろんです、戦いには慣れていますので。私たちもお手伝いさせてください。助かるよ、仲間が先に向かってるから合流しよう。大変なことになってるみたいだな。あ、いたいた、パンドロ、バネ、
トガートか。おっせえ、お前俺たちを殺す気かよ。もう少し遅れていたらこいつらに食われているところだった。悪い悪い、助っ人を連れてきたから許してくれ。助っ人？侵食者のパンドロは驚くかもな。じゃーん、なんと神竜様です。はじめまして、神竜です。あ、信仰大将！ちょ、何？誰様を引っ掛けてきてんだ？美しい。それにあの色つや、メインディッシュの彩りのようだな。何を品定めしてんだよ！相手は神だぞ、わきまえろ！やる気が出たみたいで何より。神竜様、この二人が自警団の仲間だよ。一緒に戦うからよろしくね。さっさと討伐して王城に行こう。はい、私も頑張ります。操，只上七个人，只上七个人，我操！好了，那是这关加入这三个人。连续战斗时敌人必杀僵尸。这个呢是神命中回避提升，我操，这个天赋屌啊，敌我双方都算的话，这个啊，这个天赋太强了吧，我操，这个大机会太强了吧。周围两格乘以三，周围两格四五个应该是有，加个十级吧。命中和闪避加十级，命中和闪避可以加十级。他这个在大部分情况下命中和闪避可以加十级。他不用冲敌人，人对自己人也算，敌人也算，那加十级肯定没问题啊。这个就自己人和敌人也算。这个是什么？使用便当时，哇，这垃圾天赋吗？哪有那么多便当？一场战斗就一个便当，还非得给你吃，一场战斗也就一个便当。任务目标什么？击败所有敌人。这关要，我想想，这关我要挂机升级了。要挂机升级的话，谁上谁不上？这关可以挂机升级了。哎，挂机升级。真的，这关可以把村民拉起来了，难得的机会。左上角有屋子吗？没有屋子啊，这左上角有屋子吗？这场战斗就可以了，这场战斗只要我想拉，我可以把村民拉到四十级都可以。我看一下我大概，我想拉的话，我这场战斗可以把它拉到四十级。
这关村民在哪里哦？哦，左下角的村民。我操，这位置怎么救他？他直接顺跑过来不就杀了？这怎么救啊？这要怎么救？这他直接跑过去就把这村民杀了。我这么近，两个回合就可以杀村民了。村民是往什么方向跑？往下跑还往上跑？村民是往上跑的吗？那不是送死吗？还是往……还拿雷剑呢！我操！往中间跑，那不是死得更快？我看到中间一地的尸体，我就知道这不简单。他妈这地形移动减伤，这地形还移动减伤。应该是要全部保住吧，应该是他们手上拿的道具，他们手上拿的下道具，这就这个死了就没有哦，这个死就特效药还好，这个冰锁比较重要，这个大师阵更重要了。我想想，我怎么突过去？拿什么武器的？铁大斧、头枪、钢刀、手斧、钢斧。我操啊！把主角把他位置给卡了。分钱都是很重要的，太穷了。对，都是钱啊，都是钱。哇，这破地形，这破地形好难受啊！这减移动力减三，移动力减三，我操！但我要砍他，我肯定得踩坑啊！我这一回合要砍他，我肯定得踩坑啊！不然怎么办？我肯定要踩坑啊！要打到他，肯定要踩坑。哪来的赛利卡？赛利卡都被没收了，还赛利卡？赛利卡都被没收了，还赛利卡？守株待兔，三个村民就死了。守株待兔，这三个村民就被砍死了。得主动出击。第一回合肯定得冲过去砍他，然后吃这个迪巴虎的，冲过来换一个魔法。他飞过去也救不了啊！飞过去自身难保，飞过去自己要死了。看一下这弓箭手射一箭打一箭，主角砍一刀，法师和弓箭手干死一个，然后中甲兵。看一下这位置行不行？哎，不行，法师换过来行不行？哎，差一步。
这关去这关要带一个传送杖，真的要带一个传送杖，准备一下。这关传送太重要了。十二关。哎，救援可以拉村民吗？感觉应该是不行。我直接传一个人过去。我直接传过去的话，他这个异形兵。他这一行兵马上就可以砍死，他这一行兵第二回合就可以砍死村民了。哇，法杖啊！那我第一回合直接传过去。第一回合直接传过去的话，我看一下吧。哦，有个拉雷剑的，我操！不行，有个拉雷剑速度21的，对我造成了极大的威胁。我。这个雷剑不死，我不能传，这传过去我也得死。看这个范围，传过去一镖，然后飞过去。刀，然后下个回合把这个给弄死，看他速度多少，魔攻二十的话打我，十三二十六血秒不了我，就是我知道第二回合怎么把这个人给杀了呀。这村民会从地图上消失，就村民会一直往后跑到从地图上消失吗？不是，村民会从地图上消失吗？村民会不会从地图上消失啊？如果村民会从地图上消失还好，如果村民一直在中间徘徊，的话，那就没办法了。一直往下路蹭。防御力12、36，我们直接把他给秒了。12、36，不行，我杀他也要两个回合，除非我配一个，我把飞龙如果走下面的话，搭配，但是会被砍一刀。下路会被砍一刀，上路只要这个雷剑死了，我就没有后顾之忧了，就这雷剑，只要把这雷剑杀了，就好办了。上路我看一下有什么可以帮忙的，必杀剑，上路能帮得上忙吗？这个他拿了什么魔法？传送哦，他带一个传送。上路也可以传一个人，的话，我传一个过去。试试看。手镯要改一下，谁拿那个风花雪月手镯？给谁拿？这个。哦，贾恩这一关要升级，给他集齐手镯。三，你就拿风花雪月手镯。エーデルガルト。
看看 手里拿的东西要改了，装备没问题，装备没问题。感谢知宁吃饱了分享直播间。それじゃ自警団の任務を開始しますか。ウェーイ、待ってました。盛り上がっていこうぜ。相手が化け物でもうまく調理してみせる。ところどころに流差があるね。一度入ると出るのが大変だから気をつけて。